させないように、でなぜ熟成させないかっていうと、絞りたてのフレッシュなお酒を、冬しかお酒作らないんですけど、一年中フレッシュなお酒を、皆さんに提供するように冷蔵庫に、貯蔵したり、あと、マイナス 2,3 度になるタンクに貯蔵したりということで、なるべくフレッシュな状態ですから、まあ、あの私もこう見て安心してます。これがちょっとこれちょっと黄色いなっていうと、もしかしたらちょっと熟成が早まってるっていう、あと利き酒の上手な人っていうのは、最初今言ってて色を見ます。あとちょっと香りを嗅いでいただきたいんですけど、もう飲む前に香りで割と判断つく人がいるかもしれないです。本当だ。で、あといい香りじゃなくて嫌な香りを探してください。なるほど、嫌な香り、なるほど。すごくあの日本酒の利き酒の上手な人っていうのは嫌な香りをいち早く見つけると、もうこれはチェックするんですよ。その言い方が悪いんですけど、ゴム臭いとか、はいはいはい、セメダイ臭いとか、焦げ臭いとか、そういうあの、まあ、専門用語じゃないんですけど、マイナスの香り の, その決まりっていうのはいくつかありまして、それに当てはまるものを探しておくんです。美味しいじゃないんですよ。美味しいのを探すって言ったら、皆さん美味しいのはもういっぱいありますから、とにかく香りでちょっとこれはちょっと嫌な香りっていうのを探す。あと最後に口に含んで飲んでください。実際ちょっと飲んでみて、まず純米生原酒をちょっと最初飲んでいただいて、純米生原酒、生原酒、原酒っていうあれですから、これアルコール18度あります。でその原酒以外は水で割ってありますから15度にしてあります。これが18度の濃いお酒っていうのをちょっと覚えていただきます。でその次に真ん中の純米吟醸をちょっと口にしていただいて、ちょっと違うな、アルコール度数が違うんです。でも元は同じものです。純米生原酒に、お水で15度にすると真ん中の純米吟醸に、当然香りも生原酒の方がちょっと香りが立ってると思うんです、で最後に純米酒をちょっと口に含んでいただいて、香りも他の2つとちょっと違うし、でどれが美味しいって見てたら、多分あれあれ、最後にはみんな美味しいやってなっちゃうと思うんですけど、本当菊島好きな人、好き上手な人はどれが変な香り、香り、まず香り、あと飲んでみてその熟成が進んでると、そのそういうのあります。ちょっと紹興酒に似たような、それがちょっと熟成が進んでいるお酒ですし、とにかく銘柄を当てるっていうのはもう多分無理だと思います、ただ自分とこのお酒に似たタイプのお酒っていうのは、あ、これがそうなんだなっていうあれですけど、よく菊酒のプロっていうのは何でも飲んだら、あ、これが駒尾だ、こっちは月桂冠だ、こっちは喜作だって絶対ありえないと思います自分とこのお酒が非常に特徴があって、マイナスの先ほど言ったゴム臭いとか焦げ臭いとか、そういう失敗作を作ったらもしかしたら分かるかもしれないですけど自分のため